はい、超駅太郎です。私先日ね、ちょっと田舎、山の方に行く機会があったので、まあそんなのすごい山じゃないですよ。ちょっと、ちょっと離れたとこなんですけど、そこで行って、ちょっと人とお話しする機会があったんですね。やっぱり、パトカー多いっす。本当に。昼間っから。あの、なんていうのかな。ゆっくり、無駄に走ってるっていう動きってわかるじゃないですか。 あの、普通パトカーって目的から目的なんで、でもこれは明らかに地域を回ってるぞと。うん。闇バイト強盗に対する抑止で回ってる。うん。間部だと、多分四駆みたいなあのパトカーだったり、ちっちゃいミニパトみたいなのがあるんですけど、あの狭いところをは走ってったりして、あ、そういうふうにやっぱり警戒してるんだなっていうふうに思って。で、 あの、そこなんかの地域でも、さすがにクマとか出ないけど、イノシシとか鹿とかは出ますよっていう話をしている中で、えー、そういう遭遇したことありますかみたいな話で。いや、あの、鹿とか猿とか見ますみたいな時に、私も思わず、じゃあ、 クマが出たらやっぱ怖いですねいや、熊はこの辺は出ないんで大丈夫なんですけど、じゃあクマと変態が出たらどっちが怖いですかって言った時に、クマって言うかなと思ったら、あの、まあ、妙齢の女性だったんですけど、考え、いや、どっちも嫌です。あ、そ、そ、つうか、普通に、ど、だからそんな真剣に考えんでもっていうようなリアクションがして、いや、べえ、しまった。余計なこと言わなきゃよかったなと思って。でもやっぱり女性にとってはクマも変態も同列なんだなっていう。 いや、変態だったらなんとかなるんじゃないですか。で、熊ってどうにもなんないじゃないですか。変態ならって思ったけど、やっぱり変態も嫌だっていうことで、やっぱり嫌なんだなっていう話になっていって、やっぱり近年、ああこの一つ大きい問題は闇バイト。もう、やっぱりその怖さは非ではないと、うん。あの、自分だけならあれなんですけど、両親とか親戚のところに、あの、恒例の、えー、 祖父とか、父とか、うん、いる、いた場合、だって、どう考えても、ザルですもん、やっぱり。あの、防私が住んでるとこって言って、言うところはか、まあ、まだ、まだ、ね、そりゃ、あの、東京とか、大阪とかに、あれすれば、ね、超都会とは言いませんけど、まあ、都会の中で防犯カメラ、ま、あちこちゃんあるような状態ですけど、もうちょっと、この、気温が変わるぐらいの、 山間部に行けば、私がこれやる側でも、やり放題だな。ほぼほぼ、半分農家的な家で、ガラス弁だ、ガラスであったり、和風の広い、門が、構えがあるかないかのようなところ、いやもうこんなの、その気になったらどうにでもなるじゃんっていうような家ばっかりですもん、やっぱり。これをどうにかするってちょっと無理だぞって。 っていうのは、そもそもそういうところは、入っても、そんなあるような状態じゃないから、そういうふうなわけですよね。っていうか、そもそも現金があるような営みをしてるわけじゃないものですから、そこに入って、押し込み強盗だとか、まあ、警備な窃盗とかはあるかもしれませんけど、そういうのもね、うん。 あまり被害がないようなとこというか、もう玄関も別に駆けかってないよみたいな。でもそういうような今のやり方ならいずれそういう風になってもおかしくない実際そういうような家屋に侵入されてる。だから、そこの判断もできない、できないような、うん、知的レベルの連中が犯罪行為をやっている。うん。 自分がやってる罪名が、自分がやる量刑が、これがどうなっていくかっていうことがわからない要するに、目の前のお金のこと、目の前に脅された、目の前の脅威から逃れたいためにやる。やってしまってどうしていいかわからないっていうような状況になってるような犯罪っていうのは、あまり聞いたことがない。うん。で、それにどうしていこうかっていうことで、まあ、先日ね、私がちょっと、あのー、 こう感覚的な人とのコミュニケーション、会話とか、そういったことがおろそかになっているところで、こういろいろ難しいことがあるんじゃないですかって言って、まあ私これ批判のが多いかなと思ったら意外と皆さん、肯定的で理解していただいた、まあ確かに嫌な人も聞くなって言ってるんで、それで聞いてそこに文句言ってくる人ってあんまりいないと、さすがにいないと思うんだけど、あの、会話力っていうのが非常に 会話だったり伝える能力が衰えているのは、もう、歴然なんですね。私、あの、交通ボランティアやってる絡みがあって、私が一番若いんですけど、あの、平均がやっぱり70とかぐらいですよ、皆さん。うん。あの、男女問わずね。おじさん、おばあさんたち。で、一人ずつ喋る機会があるんだけど、やっぱ皆さんきちんと喋られるわ。本当に。うん。 なんかもうおじいさんばせん,、うんって言いながら、ええー、って言いながら喋り出すと、ちゃんと要点よくこうこうこうっていうことをね、喋れるんですよ。まあそういうところに来るぐらいだからやっぱり喋れるんだと思うけど、今の子たちがその年齢になってそういうことが喋れるんだろうかなっていうことですよね。うん。なんかこの、こんな言い方しちゃあれですけど、 あの、もう、二三十年ぐらいもの暴走族の中でも、ね、暴走族男女のところで、私はそんなことしたことないけど、暴走族の中でも、一人ずつなんか意見を言ってくっていうグループのなんか、ど、あの、ドキュメントの動画見たら、私は何々で、ね、どこの、どうこの、こうのって、なんか、滑稽ではありますけど、そういうようなこともやってるってことは、大事なのかな。まあ、変な話。まあ、 また暴力団やヤクザのことをね、こう、っていうふうに言われちゃうといきませんけど、変な話、皆さん会社だと昔は乾杯の温度とか一言挨拶って必ず偉くなっていくときそれやんないといけないんですよ。結婚式のスピーチ、ね。そういうの必ずあってみんな練習するんですよ。でも今そういうのないでしょ私も乾杯の温度とか割と簡単にやりますが、あ,あ、わかりましたってね、ね、いうことは、 できたんですよ、みんな。今、できないでしょ。ところが、そういう業界の人たちは、みんな結構できるんですよね。やっぱり恥かきたくないから、ちゃんと練習してるんですよ。ねえ。それがいいとは言わないけど、本当はそれぐらいっていうのはありますよね。うん。だって、どうなんだろう。やっぱり、いろんな地区のそういう集まりとかに行ったりすると、区長さんとかね、 もう、同じ人が何年やって、またやるっていうようなことやってるんだけど、そのうち誰がやるんだって。何にしたって、司会進行的なこととか、取り決めとかはしないといけないですよ。うん。簡素になったと言ってもね。まあ、今でもわかんないけど、どうだんだ、学校で、あの、日直とかクラス委員とかでやってるのかな うん。ある程度のことをやるのかな。ただ、まあ、今聞いたところによりますと、学校行事とかそういうところでも、昔はその校長先生の挨拶、PTA の、ま、町の道の行動っていうのがもうコロナのことがあったり、時短っていうことからあって、もうほとんどなくなっていっちゃってるんですって。うん。地域によっては違うと思いますよ。私がちょっと聞いたところにはもうそういうものはありませんと。うん。あの、校長先生の長い話とかないと。うん。 いうような話もありますんで。まあ、その分、その不景で参加する人は楽だったり、あるいは寂しいなって思うこともありますし、でもそういう文化がなくなっていくと、本当に会話していくっていうことがなくなっちゃうっていうことなんですよね。うんまあ、本題は、クマと変態と闇バイトコートどれが一番怖いかなって話なんだけど、クマはクマで対処の仕様があるじゃないですか。 でも、クマがこうやって出てくるっていうのも、やっぱり人間だったり、気温だったり、気候だったりっていう問題があって、これって、防げることは防げれますし、変態、変態を予防するには、やっぱりいろいろなね、ことがありますけど、まあ、変態に、また、変質者まあまあ、なんか、あの、抱きつく、露出する、それぐらいならね、まだ良くないですよ。 でもそれでも町の脅威だけど、今のこの闇バイト構造は、本当に殺しに来るんで、この無能な奴らが、考えもなしに、一見普通の市民、要は、ぼーっとした奴が、何を間違ったか、金のないっていうことで闇バイトに応募して、張り切って、バールやハンマーで、お年寄りを殴りかかるという。 ねえ。うーん。いつからそんな国になったのかって不思議に思うんですよ。だから私も、俺、こんなこと言ってて、これだけはしとけばっていうことがないんですよね。うん、絶対に守れるっていう保証が何もないもんですから、昔もあったんですよ。本当に。そういう強盗っていうのは、いわゆる叩,叩きっていうぐらいだから叩くんですよ。うん。 いきなり、あの、金属バット強盗とか、いきなり刺すとか、うん、ただ金目、金を奪うわけですから、その、そこまで強行のことはしないっていうか、うん、もうそれだと本当に、あの、山賊とか野党の類ですもんね。山の、なんか峠の上で止めて、うん、身ぐるみ追いはぎみたいなやつね。追いはぎでも殺しはしないんですよ。 うん。ね、うん昔、昔ってちょっと前の岩井島穂さんの小説家、韓国であった、あの、風俗嬢ばかりを全部襲うっていうで、その遺体をもう適当に捨てるって連続風俗嬢強盗殺人っていうのがあったんですけど、ねえ。 そんなことも日本にも起こるんかな、うん、だけど、店の関係だったら、バレるんだけど、今みたいにパパ活的なことで知られって、まあ多分アプリやなんかで履歴が残るか。うん、その当時なんですよ。電話かなんかで来たやつを全部そのまま来て、身ぐるみ剥がして、うん、本当に、 ねえっていうようなことがあったけど、そんな風にならなきゃいいけどな。でもそんなことも考えて、それが効率がいいみたいな話になっちゃうのかな。うん。まあ一つ心配してたのは、ラブホテル強盗の後、後がないので、あれは組織だってラブホテルを狙ったもんじゃなかったっていうのだけは良かったなと思います。うん。あれを、あれは闇一連の闇バイト強盗とは違うんだろうなっていう風でね。 あれを業としてやってたらもうあの、ワンオペでやってる、ああいう、小規模のラブホテルはもう、対処の方法がないですもん。うん。うん。普通、そんなことしない、そんなことありえないっていう想定で、営業形態をギリギリやってるので、ねえ。うん まあでも、そんなこと言ったら、個人でやってる、その、深夜帯やってるようなお店なんて全部そうですよな、ね。うん。一人でやってるような。だから昔、そのスキア強盗っていうのが流行ったんですよ。深夜帯。あの、一人でワンモペでやってるところのスキア強盗ってもう、うん。すごかったんですよ、一時。まあちょうどスキヤが、どん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 、店舗展開していく時だったんで、うん。 あれだってそんな大金じゃないぞ。30万、50万、あっても100万ぐらいのところを狙いに行ってるって。まあ今は逆に飲食店ってカード決済とかが多いので、そんな現金が置いてないっていうことがありますからね。まあそれはそういう意味ではいいのか。うん。あの、電子決済だから現金が置いてないっていうふうになってるからね。うん。まあそうなるとそういうことか。 電子決済を推し進めていくと、そういう金銭的な、あのー、強盗窃盗は減るっていうことだよね。うんまあ、中国なんかほとんどそうだもんな。うん、全部電子決済だもん、ほとんどね。現金じゃないっていう、うん。なるほど。それはそういう意味では、防犯の面ではいいことなのか。うんまあ、ちょっと日本はなかなかそこまでなりにくいというふうに思いますけど。ねはい、以上です。